だこれ。あいつら病の手下だろう。どういう状態だよ。Boss, Kasuga's here. Good. Show him my face. おい、こっちに来るぜ。あいつはヤクザたちは違う。てめえ。いや、Kasuga一番。ドワイト。てめえがこの騒ぎを。ああ、そうだ。うちのビジネスパートナーがお前らにえらく怒ってるんでな。さっきはどうも、春日さん。エイちゃん。その呼び方、やめろと言いませんでしたっけ。エイちゃん、おめえがブリッジジャパンにいたって話を聞いた。分野だった時、荒川組にはめられたのかもしれねえってことも。それで、おめえはヤクザに仕返しがしたくてこんなことやってんのか。だとしたら、おめえの恨みに茜さんも羅にも関係ねえだろ。二人に手出すのはもうやめてくれ。その代わり、俺一人で勘弁しちゃくれねえか。はい。俺は荒川組の人間だし、ブリッジジャパンが潰れた原因も作ってる。俺がエイちゃんに恨まれるってんなら、グーの根も出ねえ話だ。だからよ、煮るなり焼くなり好きにしてくれていい。今どこにいんだ。そっち行くぜ。一番、お前何言ってんだよ。いや、さすが春日さんらしいですね。でも、おあいにく様、俺はヤクザの言うことは一切信用しないことにしてるんです。それにラニーをいただいたのもそれなりに理由があるんで、全てのヤクザどもに復讐するためにね。海老名さんと組むのも全てそのためだ。エイジ、あんたたち何をしようとしてるの。まあ、それはもういいじゃないですか。それよりも、当面のピンチをどう乗り切るんですか。茜おばちゃんを引き渡した奴には病の島をくれてやるって、ドワイトにそう宣言してもらってます。もちろん、パレカナが後ろ盾になるって条件でね。なんだって。このハワイではギャングにも警察にもパレカナの息がかかっている。そいつを知ってヤクザたちが生き残りたければ、我々に忠誠を誓う必要がある。その証が病と茜の婆さんの引き渡しだ。正直もうラニは手に入ったし、茜おばちゃんに用はないんだけどね。一ついいところは、あんたの母だってことだよ、春日さん。それを始末した時のあんたの顔って見ものじゃない。よっしゃ、親父の婆さんを探せ。あんたたちの死に様も動画に上げとくよ。今度こそボンボヤージュだ、春日さん。そうはいかねえ。こんなとこで死ぬわけにも、おめえとおさらばなんてのもな。行くぞ。終わりだよ。戦闘準備完了。全力で行くよ。かかってきな、高年は。はあ、これはどう。はっ。よし、ガンガン行きてえ。相手してあげる。攻め時だ。消えちまいな。それじゃない。任せといて。やっ。やったな。
全力で行くよ。よし。ぶちかま。ほら。また強くなっちまった。俺もまだ若い。さすが春日さん。でも休憩する暇はありませんよ。ちょっとあんな人数相手してたら日が暮れちゃうわよ。千歳の言う通りだ春日。ここは一旦引いた方がいい。クソ、あのビルへ入ろう。巻いたか。残念、そこに逃げ込むことも想定済みですよ。エイちゃんの声だ。どこにいやがる。監視カメラでもあるのかな。ご名答。あんたらしの動きは筒抜けだよ。さあ、せいぜいあがいてくださいよ。こっちにいるぞ。せいぜい無様に逃げ回ってよ春日さん。ぶっ殺してやる。ちょっと、弾。よし。お。覚悟。これはどう。はっ。フラフラするぞ。あ、来いよ。回復しとくか。ぶちかます。攻める気だ。おい、そこに動くんじゃねえぞ。取ったと終わらせ。よし。はっ。よし。おらっと。しろよ。これが俺の死に。了解。やめろかこの野郎。私の出番ね。覚悟。これはどう。よし、一緒にやる。ガンガン行けて。攻める気だ。全力で行くよ。はっ。よっ。俺の番だな。あれやるぞ。おうよ。ぼっとしてっと。怪我するぜ。したか。待ちくたびれましたよ。ここまで頑張った春日さんにとっておきのプレゼントです。おいおい、まさかまた重機と戦う羽目になるとはな。またって何？どういう人生送ってきてるのよ。来るぞ、構えろ。よし。かかってきな。はあ。忍法分身の術。はって。
やんのかい。俺の番だな。相手してあげる。こねえのか。俺来い。もらった。調子が出てきたな。黙らせてやる。ほら、ぶちかます。行くぜ、みんな。あ。すっきりした。私の出番ね。覚悟。寄るんじゃねいくぜ、いくぜ、いくぜ。いい酒やら。相手してあげる。攻める気だ。やるぜ、カスカ。オッケー。暴れるか。やりますか。受けてみな。浅くなり。全力でいくよ。はっ、よっ、えっ、えい。調子がいいぜ。いつでもどうぞ。もらった。いい酒やら。調子が出てきたな。これまで勘弁して。また強くなっちゃう。これが俺の真骨頂よ。俺もまだ若いね。任せちゃ、吸収が早いな。開けてみるか。開いたぜ。大したもんです。ですが、いつまで続けられるかな。おい、こっちだ。早く来い。
もうしつこい。くそ、何か手立てはある。一番、こっちだ。これに乗れ。ナイスアイデア、トミー。これで戦おうってわけね。ダメだ、こいつ一台じゃ大人数相手には分が悪すぎる。そんなことは俺だって分かってるよ。乗客は黙ってドライバーに従いな。え、まさか。無理無理無理。行くぞ。いや、しっかり捕まってるよ。行くぜ。建物めちゃくちゃになったけど、病起こんないかな。まあ、助けに来たってことで、おめえに頑張ろうぜ。やっと、無茶な運転しやがって。俺が現役なら一発で免停もんだぞ。まあまあ、鬼教官の結果的にうまくいっただろ。ったく、こいつら倒してさっさと春日んとこ行くぞ。行くか。ほら、さっさとかかってこいよ。黙らせてやる。だっ、うわっ、ぶっ殺してやるよ。こっち見ろよ。行くぞ、おら。よし、腰抜けやろうが。やんのかい。はぁ、俺の番だな。ん？何？来ない。行くぜ。一網。待たせたな。怪我はねえか。問題なし。残りを片付けしまおうぜ。お前。調子が出てきたな。動くんじゃねえぞ。全力で行くよ。せいや、せいや、よし、もらった。一網。うわ、
一時はどうなるかと思ったぜ。無事自合流できてよかった。先を急ごう。いけるじゃねえか。てめえ見てっとイラつくんだよ。私の出番ね。決めに行くよ。うっしゃ。踊ってくださる？喜んで。この調子。一身の出来じゃねえか。開けてみるか。やったぜ。待てね。その寝つきが気に入る。やんのかこの野郎。よし、覚悟。せーはっ。うわっ。よし、よそ見すんなよ。もらった。一毛。うわっ。簡単に行きてー。はぁ、あ、うん、それは俺だ。よし、勝利勝利。妙に静かだな。どうせまた次のフロアで何かしら仕掛けてんだろうさ。しっかり休んでいこうぜ。ようこそ、春日さん。エイちゃん。まさか俺を出し抜いた気でいました？こっちは春日さんの単純な考えなんてお見通しなんですよ。安全圏から偉そうにしやがって。病の飼い犬はよく吠えるな。あ？エイちゃんがどんな手使おうと関係ねえ。突っ切るまでだ。俺は単純なんでな。その余裕がいつ剥がれるか見ものですよ。さ、話はここまでにしましょう。健闘を祈りますよ。I'll take you down。 さあ、行きますか。全力で行くよ。よし、はぁ、あ、これはどう？てぇ、俺の番だな。あれやるぞ。 OK！ぼっとしてっと怪我するぜ。ぶちかまん。行くか。お前動くんじゃねえぞ。これはどうだ。任せといて。はっ。よっ。えい。うら。うら。キャー。カゲッツ。行くぜ行くぜ。何？来ない。行くぜ。一毛。ふん。ガンガン行くぜ。ガツンと行くぜ。おれ、はい、
かねえな。全力でいくよ。せいや。これはどうだ。任せといて。よっ。せい。調子がいいぜ。もらった。一も。ぶちかま。ほら来いよ。よくでかまって。高年度か。やりにくいぜ。いらっしゃい死ねよ。The bleeding won't stop. The bleeding won't stop. You ain't shit. 相手してあげる。全力で行くよ。覚悟。やった。機会がある。あれを壊さなきゃ。くそ、上がらねえ。行くぜ。一も。
全力で行くよ。ほら来いよ。覚悟。これはどう？これが俺の真骨頂よ。俺もまだ若いね。また成長し、吸収が早い。ラニは必ず取り返すし、アカネさんも私は死ね。それにエイちゃん、おめえに必ず会いに行く。直接言いてえことが山ほどあるんだ。待っとけよ。ごめんなさい、私のせいで。アカネさん、こうして指一本触れさせちゃいねえ。うちの門が迷惑かけたな。あんたもすっかり敵だらけになっちまったな。こんくらい今まで嫌ってほど味わってきた。それに気合い入ったのがこんなに残ってる。そうみてえだな。すみません、何は連れてかれちまいました。そうなのね。ラニはネレ島に連れてかれた可能性が高いです。アカネさん、ネレ島がどこにあるかってご存知ないですか？ごめんなさい、それは私にもわからない。教団の中でもごく一握りの人間しか知らないことだから。わかりました、心配しないでください。ラニは必ず俺たちが助け出します。アカネさんはどこか身を隠せる場所で待っていてください。それじゃあ、さあ行こうぜ。待て春日。あ？アカネさんと少し話していけ。いやでもラニを早く見つけねえと。大事なのはラニだけじゃねえだろう。話せる人とは話せるうちに話しとけ。ああ。会ってからゆっくりお話しする時間、そういえばなかったわね。ですね。病には後で礼言わねえと。沢城さんの手紙であなたのことは全部聞いてる。桃源郷の店長さんに引き取ってもらったこと、神室町の人たちによくしてもらってたこと、中学を出た頃から毎日喧嘩に明け暮れていたこと。あ、それはまあその若気の至りってやつで。つか沢城の頭、そんな前から俺のこと見てたのか。ええ、沢城さんはずっとあなたのことを気にかけてた。そしてあなたはマスミさんに巡り合った。運命なのかしらね。運命かはわからないですけど、出会えてよかったって思ってます。そう。
その後のことももちろん知ってる。組のために人殺しの罪をかぶったことも。18年も刑務所で過ごしたことも。あかりさん、こんなに伏しくれだって苦労したんでしょうね。いや、そんな大したもんじゃ。なのにあなたとマスミさんを置いて私は一人で逃げ出した。本当に本当にごめんなさい。謝らないでください、あかりさん。謝ることなんか一つもね。確かに辛いことはあったけど、それも大半は沢城の頭のいびりだ。そりゃ俺の人生は自分で選んだ始まり方じゃねえけど、そんなの誰だって同じでしょ。茜さんは一生懸命生きようとした。そんでこうしてまた会えた。それでいいじゃないですか。それにあの町でいろんな人に助けられて、おやさんに出会えて、最高の仲間に恵まれて、俺は幸せ者なんですよ。だから茜さん、正直あなたが本当に俺の生みの親なのかどうかよくわかんねえけど、もし本当にそうならこれだけは言わせてください。俺を産んでくれてありがとうございます。一番、こちらこそありがとう。不思議ね。はい。今あなたとマスミさんがダブって見えた。もったいねえ。そして俺にとって最高の褒め言葉です。そうだ、そもそも俺はこれを茜さん、あなたに届けに来たんだって。おやさんの、荒川真澄の遺灰です。受け取ってもらえますか。ありがとう。